アウト、一塁もアウト、ダブルプレー。強い当たりでしたけども、セカンドの小川よく取りました。昨日に続く好プレーです。守ってますよね。本当ですね。昨日もいいプレーがありましたけども、ね、島内の、はい、セカンドライナー処理、ね、はい、ただあまり、ね、調子はいいとは思えないですね。ファーストよくすくい上げた、間に合いました。スリーアウトです。打ちましたので、また打率を上げました。ライトに上がってる打球、下がって、まだ下がって、まだ下がって、追いついた。フェンスいっぱい、ライトの大郷が追いつきました。最後はフェンスいっぱいのところ大郷が追いつきました。ライト方向って伸びますね、はい、そうですね。1球目佐々木朗希です。ファーストに取った、一塁佐々木朗希、大丈夫か、アウトです。ちょっと佐々木朗希バランス崩しましたが、一塁はアウトの判定。佐々木の足はベースについていました。8番、これも小さな変化、オーバーカット、掴んだ、大津、素晴らしいプレーです。ワンアウト、取れますか。僕初めて見たっすね、野球携わらせてもらいましたけど、はい、バックハンドキャッチ、ピッチャーがバックハンドキャッチってなかなか、いや、よく初めて見ました。これもでもあの打球、まっすぐ逆球、ピッチャーの横、セカンド回り込んで抑えています。一塁はよいしょ、間に合いました、アウト。いい守備、この先がこうやって守備でもリズムを作っていますね。正面に入って右足で踏ん張って、きっちりしたスローですね、はいはい、ピッチャーこのバット弾いた、これがショートゴロのバックハンド、つかんだ、打ち抜いた、一塁をどんどん、一塁はセーブ。記憶はどっちでしょう、ヒット、これでまたヒットが連なって、サードランナーホームに入って4点目、4対0になりました、はい、周東6試合連続ヒット、そして13試合連続出塁。足速いし、ちょっとね、はい、高橋投手のグローブに当たったのか、当たりましたかね。強い打球がゲッツーコースになります。よしよ、サードを振っていく、これがサードもアウトにしました。 これ、ね、このゲッツーコースは、ね、いい判断、6、4、5と当たる、そうなんです、これなかなかないじゃないですか。ないですね、6、4、5選手の判断ですよね、はい、ああじゃない、ないですよね、はい、そのままですね、そうですね、6、4、5というダブルプレーです、はい、これは強みですよ、ね、はい、さあバットの先、ちょっと当たりそうです、サード転じてボールつかんだ佐藤2世、ジャンプヒットの一塁送球はセーフ。いいプレーでしたが、間一発、槙原の足が勝ったのか、リクエストです。このプレーですよね、これランニングスローでもこんな速い球ってなかなか投げれないんですよね、はい、ん、今のどうですか、ベースに、いや、いやっていう感じですか、この今ビジョンに打ち立てた、アウトです。ナイスプレー、リクエストが成功になりました。です、先頭は郡司、初球狙っていってサード強い当たり、サードサメンの大谷をうまくさばきました。ナイスプレーです。今日球場に一番最初に姿を現したのはこの大谷でした。いや、今日私も頑張れよの一言しかかけてないんですけどね、でも顔を見てニコッとして、そしてセーフティー、今度もサードの前、太田、一塁送球はどうか、俊足、アウト、判定はアウトでした。富川田俊足、これでね、ワンバンにした時に、はい、これ変化してるわけ、あ、ここです ね、 ね、ここで逆シングルになっての一塁送球、さあどうでしょうか、判定はアウトでしたが、スローの映像でご覧いただいております。判定はどうでしょうか、判定はセーフの判定、リクエスト要求ファイターズ戦、はい、追加点は与えないことですから、まだ、うん、この右中間大きな当たりですが、レフトかセンターかどっちか、センター中川が掴み取りました。長打間、難しい当たりです。これね、まだ多少高いフライだったから、はい、お互いに追いつく一番声のかけるタイミング難しいんですね。そうです、これもレフトへ、レフトが下がっていって、下がっていって、どうか、つかみ取りました。バックが盛り立てます。今度はレフトの西川、ファインプレイ、ストレート、ピッチャーうまく反応しました。セデーニョが挟まれました。森友が二塁に向かっていきました。これもタッチアウトです。
ダブルプレーになりますとオリックスランナーがなくなります。森友哉ピッチャーゴロ、セデーニョ二三塁間に挟まれてタッチアウト、森が二塁を目指しました。入ってなさそうな感じしますからね。ショート逆シングル、栗林光太郎ワンバウンド送球がっちりさばきました。華麗なプレー、安定しています。見てください、ドヤ顔してますよ。あ、そうですか。いや、今の冷静にあの難しいバックハンドを取ってですね、焦ることなく軽くワンバン投げてますよ ね、 そうですね。この後のスローイングですよ ね、 そのきっちりと、うん、これが冷静なんですよ。ひどつこれピッチャーうまく反応しました。2塁に送って、そして1塁に転送されて3アウトです。初球引っ張った、ここも好プレーが出ました。今度は宗優馬、このイニングからサードの守備、これは今日ね、宗にいいプレー見せてくれるねって言った矢先だったんですよ。いや、うまいですよ。